こんにちは、柴田です。今回はギブソンのレスポールスタジオをレビューいたします。このレスポールスタジオね、2016年製と、まあ割と近年のものなんですけれども、今回千葉管楽器さんからお借りしてまいりました。以前ね、古めなレスポールスタジオはレビューしているんですけれども、今回ね、なぜこれを借りてきたかというと、今ジャパンヴィンテージがね結構高騰していて、オービルなんかね特に上がってますね。まあ、その中でこのレスポールスタジオは現状維持で価格が高騰しておりません。なのでね、オービルとかよりもこの本家ギブソンのスタジオの方が安く買えるんですよ。今後ね、もしかしたら高騰していくかもしれないんで、今ねこれね非常に穴場です。特にねこの近年のスタジオの特徴としては非常に軽い。これレスポールで 3.7 キロなんですよ。4キロ超えが当たり前のレスポールの中でこの 3.7 キロっていうのはね非常に魅力的です。全然ね材に安っぽさもなく、ネックもね太くてしっかりしているので、この生音めちゃめちゃいいでしょ。レスポールスタンダードより安い理由としては、まあここにねレスポールスタンダードがあるんですが、まず塗装がですねサテンのフィニッシュになっておりまして、結構ねサラサラ系しっとりとしたね塗装の仕上げになっております。まあこれはねかなり好みだと思うんですけれども、個人的にはね非常に好きです。音もねしっかりダイレクトに出てくれます。でこのねバインディングがないっていうのと、このネックにもねバインディングがないです。これでねコストをカットして低価格でリリースできていると。ボディはマホガニーバッグにメイプルトップで、ギブソンのペグがついておりまして、ピックアップは490と498、近年のものなんで非常にパワーがあります。かなりいい感じですよ。まあ、持った感じの印象としてはねやっぱね軽いでね、こうやって生音を鳴らしているとしっかりとこうダイレクトに外に出ていってくれているっていうのが、この生音だけでも分かりますよね。で音鳴らしていきます。アンプはねボックスのパスファインダー10です。非常にレスポールらしくていいですね。センターです。マーシャルのモデリングで歪ませます。イメージとしては、まあ、レスポールなんだけれども、ちょっとね SG 的な要素、ギブソンの SG 的な要素もあるなと思っていて、まあ、塗装が薄いからなのか、 SG のようなこのダイレクトなね音の出方と、この軽さから来ているのか、レスポールのこうずしっとした感じではなくて、結構軽めにねこう跳ねるような感じで音が出ていく、こういったところがねちょっとね SG 要素が入っているなというふうに個人的には思いました。
Thank you.